く、カジノの運営は非常に順調だな。プレジデンテ、観光客からかなり人気があります。やはは、がっぽり儲かってるぞ。予想に反して真面目に運営しているんですよね。おいはげ、私は公平で公正な男だ。そのあたりを勘違いされては困るな。はいはい、そうですね。適当な返事ですか。プレジデンテ、観光業のデータが集計できました。現時点での観光客数、および収益を報告します。お、マリサ殿、仕事が早いな。へえ、これが観光業のデータですか。現在の観光客数は90人か。順調に観光客も増えてきていますね。そしてこれは観光客の評価ですぞ。おお、評価も右肩上がりで上昇しているな。観光客の評価が高くなれば、さらにトロピコに来る観光客も増えますね。そして観光業の収入は22,432ドルとなっている。まずまずの収入ですよ。やったー、ちゃんと増えてるぞ。ひとまず5万ドルを目標に頑張りますか。今回も観光業の開発に力を入れていきましょう。よし、それでは開発を開始する。手始めに新しい宿泊施設を建設していくぞ。どんな宿泊施設を建設するんだ？ホテルの上位版だな。そうなると、重油層以上の宿泊施設か。ホテルの上位版って一体何でしょうね。かなり豪華な宿泊施設になりそうです。それと娯楽施設も一つ増やしておくか。ふふ、リゾート地にある定番のあれにするぞ。隊長、あれって何かわからないぞ。自分だけ納得して建設するのはやめてくださいよ。もし、ろくでもない施設だったら、中止しないといけませんからね。おい、ハゲ、マリサ殿に間違いがあるとでも言うのか。いや、欲望の塊みたいな人だぞ。今まで何度も過ちを犯してきましたよね。ふ、罪を背負ってこそ一人前の大人だ。清廉潔白？偽善者が。もうちょっと考え方を改めた方がいいですよ。ふ、ダメな大人だぞ。お前たち、建設が終わるまで会議をする。すぐに宮殿2階の会議室に移動するぞ。はい。隊長、いつでも会議を始められます。人払いも済ませたぞ。それでマリサ様、今回は何の会議ですか？反体制派と敵対国についてだ。ポンポンよ、反体制派の動きについて報告しろ。は、反体制派はほぼ拘束し鎮静化に成功しています。ただ、敵対国スパイの根絶やしには至っていません。ふむ、それでスパイから情報を得られたか？はい、現在セラピー施設で拘束中なのですが、予想通りドミニカ共和国の手のものでした。まだトロピコを諦めていないようですね。なんだか面倒な奴らだぞ。このまま守りに入っていては拉致があかんな。やはり攻めの姿勢で行くしかあるまい。どうするおつもりですか？くくく、こちらからもスパイを送り、敵の動きを把握し撹乱してやるわ。やはは、いいじゃん。我々を敵に回したことを公開させてやりましょう。それでは特殊部隊を派遣させますか？いや、もっと専門的なチームを立ち上げるつもりだ。情報活動のスペシャリストを育てるつもりですか？へえ、なんだかかっこいいな。今回新たに建設するのは、サイバー活動センターとスパイ養成学校だ。なるほど、ハッカーとスパイですか。ふふ、これで情報戦で有利に立てる。どんな施設が完成するか楽しみだな。ひとまず完成まで進めましょう。ということで、二つの施設が完成したな。おお、これが情報機関の施設ですか。すげえ、サイバー活動センターはでかいな。何せ超ハイテク設備の施設ですからね。隊長、すぐに活動を始めますか？うむ、そのつもりだ。敵対国だけではなく超大国でも活動させる。情報活動により、こちらが有利になるよう立ち回るぞ。くくく、状況によっては破壊活動を実施し、敵対国を撹乱してやろうではないか。あまり無茶はしないでくださいよ。バレると戦争になるかもしれませんからね。プレジデンテ、ちょうど新しい宿泊施設が完成してるぞ。おお、これはなんだ？こちらはリゾートホテルですぞ。全8室あり、観光客向けの宿泊施設となります。特に子供連れの観光客に好まれるようです。お、見てみろ、早速宿泊客が来たようだぞ。いや、団体客だぞ。おお、これは一気に満室になりましたよ。これはかなりの収益が見込めそうだな。それと見てみろ、新しい娯楽施設も完成しているぞ。これはまさかゴルフ場だ。確かにリゾート地にある定番の娯楽施設ですね。もっと変な施設かと思いましたよ。ゴルフ場は周囲の美観を向上させる特徴がある。ふふ、リゾート地にもってこいの施設だな。隊長、ひとまず予定していた建設は終わりましたね。今後はどうする？リゾート区画で働く労働者用に住居や公共サービスを増やす予定です。リゾート区画の北側だよな。労働者向けの施設も拡充が必要です。安心して働いてもらえるよう開発を進めましょう。
モチ太郎よ、ナイトクラブはどうだった？思っていたほど楽しいところではなかったですね。嘘をつくな。美女に声をかけられてニヤニヤしていたぞ。ふ、あれは確実に喜びの表情だったな。ふ、女性に失礼がないようにしただけですよ。ハゲ、正直になれよ。黙れアフロ。隊長、そろそろ休憩は終わりですよ。リゾート区画を開発するんだ。うむ、労働者のための建設も十分だな。はい、次は観光客のための開発をしましょう。やっぱり新しい宿泊施設を建設するか？そうなるな。くく、次は宿泊施設でも最大規模の大きさだ。そうなると超高層ホテルとかですかね？く、なぜわかった？いや、なんとなくです。やはは、当てられて悔しそうだぞ。確か中流層以上の宿泊施設ですよね。ああ、それともう一つ宿泊施設を建設するぞ。ふふ、何かわかるかね？カメラが海側を向いてるな。まさか海の上の宿泊施設ですか？だとしたら何でしょうね。だあはっはっは、答えを見てもらうか。クルーズ客船じゃー。手芸。まさかクルーズ客船とは。これは驚きだな。全住2室あり、全部屋スイートクラスだ。そうなると富裕層以上の宿泊施設ですね。宿泊料金は高額ですが、品質はその分ピカイチです。それと超高層ホテルも完成しているぞ。やったー、これが超高層ホテルか。超高層というだけあってかなり大きいですね。高さはタワーマンションと同じくらいでしょうか。こちらは全16室あるので、宿泊客をかなり収容することが可能ですよ。あと何棟か建設したいな。さあ、次は娯楽施設を建設するぞ。だあはっはっは、ついに秘密兵器を投入する時がやってきた。なんだそれ？強奪したモアイ像かと思われます。モチ太郎よ、正解だ。こんな場所に設置したらすぐに噂になりそうです。絶対に強奪したことがバレるぞ。安心したまえ、この島にもモアイ像があったと主張するつもりだ。いや、無理だろ。ぐっふ、これで観光客も確実に増える。モアイ像は、トロピコ人から熱烈な歓迎を受けました。ポリネシアとポリスチレンの出会いは、モアイのお面となって、街で大ブームを巻き起こすことでしょう。ラジオ局でモアイ像の件が放送されたようです。国民も大喜びだな。どうなっても知らないぞ。嘘がバレないよう祈るしかないですね。プレジデンテ、リゾート区画もかなり開発が進みましたね。うむ、観光客で連日大盛況だぞ。隊長、リゾート区画はまだ完成じゃないですよね。まだもう少し開発をするつもりだぞ。できれば今回で完成させたいところです。それとお前たち、新しい娯楽施設を建設しているぞ。これはヨットクラブとリゾート施設ですよ。いずれもビーチにしか設置できない施設です。やっほい、楽しそうだな。これでリゾート区画にも娯楽施設が増えてきたな。さあ、開発を再開しようではないか。次は最高品質の宿泊施設を建設する。そうなると富裕層以上の宿泊施設になるでしょうね。お、すごいのが完成しそうだな。ふふ、楽しみですね。完成した宿泊施設を見てみるぞ。高級ホテルです。うーむ、素晴らしい宿泊施設だ。ほえ、これが最高品質なのか。ここは超富裕層以上しか宿泊できません。そのため宿泊料金も他とは雲泥の差です。ぐっふ、金持ち相手に稼ぎまくるぞ。マリサ殿、そろそろ空港も建設した方がいいな。プレジデンテ、確かにそうですな。空港は富裕層以上の旅行客が利用しますよね。もっと金持ちの観光客が来るように、空港を建設した方がいいな。ではリゾート区画の西側に建設を開始していくか。ここなら十分な建設スペースがありますね。空港はかなり巨大な施設になります。建設に時間はかかりますが、ここは完成まで一気に行きましょう。トロッコ空港だ。やったー、空港の完成だぞ。おお、やはり巨大な施設だな。本数はさほど多くはないですが、これで空の便からも観光客がやってきますよ。富裕層の観光客が増えれば、他の産業に負けないくらいの収益になるはずです。よっしゃー、頑張るぞ。隊長、一通りの観光施設は完成しましたね。ああ、しかし、まだリゾート区画は完成したわけではないぞ。へえ、まだ開発するのか。十分に開発は進んでいると思うがな。くく、この程度では終わらんよ。なんだかやる気に満ち溢れていますね。変なことにならなければいいのですが。お前たちに見せてやろう、完成した真のリゾート区画をな。ふう、かなりの資金を投入しようやく完成した。やっほい、これが完成形か。宿泊施設がかなり増え、それと新しい娯楽施設も建設していますね。
オペラハウス、スカイスポーツ施設、それとダイビング施設ですね。いずれも観光客向けの娯楽施設となります。これだけ娯楽施設の種類も増えれば、観光客の評価も確実に高まるだろう。たくさん遊んで楽しんでもらうんだぞ。隊長、開発お疲れ様でした。お前たち、これを忘れていないか？何ですかこれは？月面着陸を再現した施設だ。実際に利用された機械を 100% 再現しているぞ。それはすごいぞ。おお、これは観光客に喜ばれそうだ。アメリカの NASA に許可を取ったんですか？いや、勝手にやっているぞ。うわぁ、絶対に怒られるぞ。もう何でもありですよ。絶対にそんなことだろうと思っていました。さて、それでは今回はここまでとするか。今回でリゾート区画が完成しました。これによりトロピコ経済が大きく成長しましたよ。おそらく収支も大幅に黒字でしょう。くく、経済面の心配はもうない。これで作戦を最終段階に移行できる。アメリカと同盟したいんだよな。あの隊長の顔を見ていると不安になります。何を考えているんでしょうね。それではプレジデンテ、最後に国民に一言お願いします。トロピコのためよ。他国からの干渉を退け、我が国が完全に独立する日は近い。このプレジデンテアフロが、世界にトロピコの名を知らしめてやる。リゾート区画が完成し、大きく経済成長を遂げたトロピコであった。プレジデンテアフロは、トロピコの完全独立に向け、ついに最後の行動を起こすのだった。果たしてトロピコはどうなってしまうのか。次回、最終話に続く。